ドイツ・ベルギンに存在する石製の境界標、境界標は土地や路線などにおいて何らかの境界を示すために設置される印のことである。大磯町に存在する境界石三井不動産によると境界標には様々な種類が存在しており、主に材質で区分されている。また境界標には以下の要件が必要とされる。 正確性、不動性、永続性、死人性、特定性、証拠性、管理性、日本土地家屋調査士会、連合会も、ほぼ同様の認識を示している。これらの境界表は、時代とともに、材質のほか、土地境界の示し方が変化している。大正時代から戦後にかけては、角柱状の見陰石の上部中心に丸を刻印したものを設置していたが、現在にかけては、 コンクリートの天長部に十字を刻印したものが増加している。この場合においては、福岡高等裁判所昭和46年3号判決により、天長の十文字の中心を指示点と返すべきことは、社会通念上当然のこと、とされている。また、昭和50年代から天長部に十字ではなく、矢印を刻印したものも増加している。 民法によって、境界標の所有権は、臨地所有者との共有とされている。また、設置された境界標を損壊もしくは移動させることは、境界損壊罪となる。50度線を警備する戦前の日本の警察官状機の境界標とは多少意味合いが異なるが、国境に設置されるその国境を示す構造物を境界標と呼称する場合がある。 1905年から1945年まで日本領であったカラフトにおいては国境標石と呼称される構造物が設置された。ありがとうございます。